皆さんこんにちは。週刊激スポの時間です。最近涼しい日が続いています。いよいよスポーツの秋らしくなってきましたね。それでは今週のラインナップ行ってみましょう。まあ昨年から引退ということは考えてたんですけど、黒星が続くカタール富山、9月23日 J1 昇格圏内にいるヴァンフォーレ甲府をホームに迎えました。試合のダイジェストをご覧ください。9月23日引き分けを挟んで5連敗中と長いトンネルをさまようカタール富山は6戦負けなしで2位の強豪ヴァンフォーレ甲府をホームに迎えました。キックオフ前に第25節の柏戦で J2 リーグ通算50得点を挙げた黒部選手に花束が手渡されました。ベテラン黒部が積極的にゴールを狙います。前半4分渡辺からのパスを受けてシュート。これは惜しくも枠の外。黒部のシュートをきっかけにカタールは序盤からサイド攻撃を仕掛けますが、甲府の守備を崩すことができません。逆に前半11分、一瞬の隙を突かれてカタールの守備を破られると、今シーズン初出場の橋田がペナルティエリア内でファールを犯し PK を与えて先制点を許します。同点に追いつきたいカタールは17分におよそ2ヶ月ぶりのホーム出場となるコケ口がミドルシュート。22分のコーナーキックでは金が飛び込むと、28分には再び黒部、高さを生かしてゴールを狙いますが甲府のネットを揺らすことができません。沈黙していた甲府が前半終了間際、パウリーニョがドリブルからシュートを放ち、ボールはゴール左隅へ。カタールは0対2で前半を終えます。さらにエンドを変えた後半9分、コーナーキックのこぼれ球からハーフナーマイクに豪快なボレーシュートを決められ、勝負を決定づけられます。この試合黒部は両チームの中でトップの5本のシュートを放ちますが、相手のファインセーブもあってゴールを決めることはできませんでした。試合は結局0対3で敗れました。J リーグ参入後初の4連敗です。さらに残念な結果が続いています。9月26日の第28節横浜 FC との試合は4対1で敗れ、カタールは引き分けを挟んで7試合勝ちなしです。カタール富山は前節と変わらず18位です。首位は柏、2位に甲府、3位に福岡です。カタールの次の試合は4位の千葉とのホームゲームです。気持ちを切り替えてみんなで熱い声援を送りましょう。続いては BC リーグ富山サンダーバーズです。皆さんに寂しいニュースをお伝えしなければなりません。今シーズンキャプテンを務めた山内選手をはじめ4選手が引退を表明しました。記者会見の様子をご覧ください。今日は大変お忙しい中、富山サンダーバーズ引退選手の記者会見、今日この4名の選手が
まあ、引退ということで、皆さんの前で、ご挨拶ということになりましたけれども、我々のリーグは、まあ、夢を追う場でもありますが、こうやって夢を諦める場でもあると。ただ、次はまた新しい夢を持ってですね、大きく、次の人生に花っていってもらいたいなというふうに思っています。まあ、30歳という節目で、まあ、昨年から引退ということは考えてたんですけど、まあ、もう1年横田監督にキャプテンをやってくれというふうに言われて、今年1年しっかりやろうという思いで、シーズンに臨みましたが、本当こういう結果で、チームを去るのは申し訳ないんですけど、本当にあったかい声援を送っていただいて本当に感謝しています。ありがとうございました。やっぱり上に行きたいという思いでやってきたんですけども、一線を引こうと、決めました。次の第2の人生でも、しっかりと頑張れるように前を見て、頑張っていきたいと思ってますんで、今日は本当に、このような場を設けていただきまして、ありがとうございました。去年優勝できなかったので、今年1年どうにか優勝して優秀の美を飾ってやめたいなっていう思いで今年はやってたんですけども、チームの成績も不甲斐なく、自分の成績も4年間で一番ダメで、来年からはサンダーバーズの一ファンとしてサンダーバーズを応援していきたいので、また何かあったら声をかけてください。ありがとうございました。はじめは球場もなくボールもなくホームベースもないところから始まったんですけれども、本当に来年もサンダーバーズで、頑張ってくれる後輩たちに、富山のチーム、富山のファンを大事にして、もう一度リーグ優勝して、次こそは日本一を取ってくれることを期待しています。この4選手の引退表明がチームの奮起につながったのでしょうか。9月24日の石川戦をどうぞ。キャプテンの山内をはじめ4選手が引退を表明してから初めての試合となる9月24日石川との一戦。サンダーバーズは負ければ北陸地区後期優勝への望みが完全に絶たれる大事な試合です。サンダーバーズは2点を追う4回、ワンアウト2塁の場面で9番町田がタイムリースリーベースを放ち、まずは1点を返します。さらにキャプテンの山内の内野ゴロが相手の1塁への送球ミスでヒットとなり、町田が帰って同点となります。そして7回、3試合連続ホームランを打っている成瀬がこの日もやってくれました。山崎から8号となるソロホームランをレフトスタンドに放ち、サンダーバーズが勝ち越しに成功します。この日の先発は加藤。3回の失点以降、140キロを超えるストレートに変化球を織り交ぜて好投を見せていましたが、8回本間のタイムリーヒットで同点を許します。緊迫した接戦の試合で勝負を決めたのは4番やすしでした。やすし、ワンアウト2塁で元横浜ベイスターズの左腕大輔からレフトの頭上を越えるタイムリーツーベースを打ち、サンダーバーズが再び勝ち越しに成功。加藤は大事な一戦を最後まで投げ切り、試合は結局4対3でサンダーバーズが勝利しました。見事にホームで逆転勝利を収めたサンダーバーズでしたが、翌日のビジターでの石川戦でサンダーバーズが敗れ、福井が信濃に勝ちました。この結果、福井の後期優勝が決まりました。サンダーバーズ、今シーズンのプレーオフ進出はなりませんでした。
それでは引退試合と銘打った9月26日の石川戦をご覧ください。9月26日の石川ミリオンスターズ戦は今シーズン限りで引退を決めた4選手が揃って先発出場、現役最後の試合に臨みました。先制したのはサンダーバーズです。ワンアウトから8番の松橋がヒットで出塁します。続く9番の大志が鮮やかにセンターに弾き返して1、2塁とします。先頭に帰って1番塚本が打った内野ゴロは石川のエラーを誘い、2塁から松橋が生還。引退セレモニーを控えた選手2人の活躍でファンの応援に熱が入ります。2点目もベテランのチャンスメイクによるものです。ノーアウトから2番の山内がフォアボールを選んで出塁。3番の雄志は送りバントをしますが、相手ピッチャーの1塁への送球が悪送球になりランナー2、3塁。4番の安志の内野ゴロの間に3塁ランナーの山内が好スタートでホームイン、2対0とします。その後はワンプレーワンプレー力の入った引き締まった試合展開となりましたが、終盤サンダーバーズの投手陣が崩れ8回に2対3と逆転を許しました。9月に入って絶好調の成瀬もこの日は不発。試合はそのまま2対3で石川が勝利を収め、負けたサンダーバーズは後期の北陸地区最下位が決まりました。今でも覚えてます。すみませんです。アウェーに出ました。ガンジーの様子がおかしい。エラーする。なんかおかしい。実はお父さんがもう危ない状態だった。でも野球をやりたい。そういう思いでやりました。そういう感じです。お願いします。ただ一つ、悔いが残るとすれば、天国の父親に自分のプレーを見せることが手に上がったことです。でも、親父が亡くなった時も、ファンの皆さんは自分の父親のように温かい声援を送ってくれました。本当に感謝しています。3年ありがとうございました。4選手はこの日詰めかけた1000人を超えるファンに向け、涙ながらに感謝の思いを語り、ファンから惜しみない拍手や声援が送られました。最後は石川の選手たちも加わっての胴上げです。 BC リーグの立ち上げから球界を支えてきた選手たちの引退とあって、チームの垣根を越えた温かみのあるセレモニーとなりました。9月26日の試合を終わっての BC リーグの順位表です。富山サンダーバーズは北陸地区3位です。福井は北陸地区初優勝となりました。前期後期ともに最下位で終わったサンダーバーズでしたが、最後まで粘りの野球を見せてくれ、たくさんのファンが熱くなったのではないでしょうか。選手もファンもこの悔しさを来シーズン爆発させましょう。それでは今週の激スポはここまで。